どうも美大生のマイケルです今回はですね「石膏デッサン」の最初の1時間をですねじっくり解説していきたいと思います。まあ,あの余計なね部分っていうか1時間丸々解説するというよりはところどころねカットして、まあ、30分くらい30分40分もしかしたら1時間いくかもしれないですけどじっくり解説していきたいと思います。まず最初はでですねあのデスケルで 何を確認したかっていうと構図ですね。どういうふうに収まるかっていうのをまず確認してまあ、今やっていることは？まあ、あの本当はデスケルを見る前にやるはずなんですけど、画面をね。分割しています。まあ,あの縦1 2分の1の縦線の中心と横線の中心ぐらいは取りたいですね。まあ、16分割する必要はね。 ないとは思うんですけどまあ最近の傾向を見てるとしてもいいのかなとか思いつつまああの分割しています <laughs> ちょっと寝癖が気になりますねまあそれはさておきはい分割しておりますでまああの鼻の位置とか肩のね切れ目がどの辺になるかっていうのをさっき見たので それをどのの位置置に配置するかっていうのを考えつつ当分していきま,すまああの受験デッサンってなるとこの当分をねもう機械的に測る、まあ、例えば紙とかを折り曲げて鉛筆ケースに入れてる人とかもいましたね。であの始まった瞬間にその紙を折ってある紙を伸ばして。 であらかじめその紙に印をつけておいてそれをそのまま紙に写すっていう時短ですね結構時間かかってますもんね今2分くらいかかってますからそれを短縮できると思ったら結構いいんじゃないでしょうか最後ねその2分が欲しいなってなるんでやっぱり、まあ、作業はね極力効率化するっていうことが大事ですねでまあ,あの試験の場合だと鉛筆もね 削る時間もったいないなんで僕の場合はですけど、まあ、全部の鉛筆で,ですね 2B と F と俳優、まあ、2の 2B と俳優2の F そしてあのステッドラーの F とステッドラーの 2H を使ってたんですけどだいたい全部5本ずつ既 <laughs> に尖らせた状態で鉛筆ケースに入れてそれを持って試験会場に行くっていう感じにしてましたね。 はい、もう一回デスケール見ますで、まあの芯が折れるじゃないですか鉛筆ケースにそのまま入れちゃうと。なんで鉛筆ホルダーで芯の方を隠して折れないようにもしくはそのホルダーねォ、ま、ルダーに入れちゃうと長くなっちゃって入らなくなっちゃう場合もあったので、まあ、先端にティッシュをね折ったものを入れといてそのティッシュがクッションになって芯が折れないようにしてました。 でデスケルを見て最初結構ね慎重にやるんですけどそれがねいいんじゃないかと個人的には思っていますね。あとでなんか修正聞かない時間帯にいろいろ直しが見つかるのってものすごく厄介なので僕の知り合いであの1次試験でね普通にデッサンうまい人なんですけど予備校でも上手くて有名だった人があの試験本番で顔をね 全消しして、まあ、ちょっと一時でこけちゃうみたいなこともあったのでまあその後半にね冷静な自分を保つために前半はね結構慎重にいってもいいんじゃないかと思っています。でまあ僕の場合この鼻とかねそのアクセントとなるところ最初に取ってやるタイプだったんですけどまあ周り見て最近の傾向としてはあのつーちゃんみたいなね 線で最初に捉えちゃってっていうのもありなのかなとか思いつつまあでも僕はこのやり方が一番いいのでやってますね。アクセントを追っていってでどんどんその間をね後半につなげていくといった感じですね。これに慣れちゃったんでもう修正はしないですけど今ね自分のスタイルみたいなものない人は。 どっちでもいいんですけど検討してくれたらいいなと思いますねどっちも書けるとは思いますかなり慎重ですね離れるっていう行為がまあ、重要になってきますデッサンの場合結構これ僕始めたての時ですね一郎の時にデッサン書いて離れるって行為がなんか恥ずかしくて <laughs> 周りに人いっぱいいるじゃないですか それがねなんかすごい恥ずかしくて、まあ、消極的だったんですけど年数を重ねるごとにそれはもうなくなっていきましたね一郎の時点で、まあ、あの先生がいたんですけど DBT 予備校に通っていた時代ですねその時の吉田先生っていう先生がいたんですけど「なんで離れないの?」ってめっちゃ言われて <laughs>「離れた方が絶対いいに決まってんじゃん離れないよ」みたいな <laughs>。 感じ <laughs> で言われて離れるようにしましたね。はい、なんかその時めっちゃ怖えと思ったんですけど、それって教育としてはすごい素晴らしいことですよね。なんか嫌われ役みたいな担わなきゃいけないシーンがあるので、予備高校講師の人たちってすごい大変だと思います。はい、なんかでも嫌われる人もね、その愛情を持ってやってくれるっていうのは後で分かるとすごい。 やっぱり理不尽じゃなかったなっていうのが分かるとすごい感動しますよね今肩ですねあの顎の下のヒゲの一番下のアクセントを取った後に肩の位置をね取っています水平にした時にどれくらいの肩の収まりかっていうのを測りつつ水平垂直はね大事にした方がいいです 結構これ回数重ねるとすごい感覚的にできるようになると思うんで受験生の皆さんが見てるとしたらとりあえず回数を重ねた方がいいですね。のどの段階をやってもすごい練習になるんでこの最初の段階っていうのはあの最初の30分だけでもいいんで予備校の授業終わった後残って30分書くとかでもできるんで。 僕それめちゃくちゃゃくややっっててままししたたねねの時、ずっと残って書いて朝早く来て書いてっていうのをやって <laughs> 結果デッサンがねものすごく予備校内で強よっていうかもう本当に強くなったんですけどまあなんかあることがきっかけでデッサンねすごいモチベーションなくなってどんどん下手になっていったんですけど <laughs> まあ デッサンだけやってちゃダメっていう話ですね。ほどほどに。でも練習はまあ、あの時間決めてやるといいかもしれないですね。まあ、もうセンター試験終わってるんで、デッサン平面立体デザイン科の場合、その3つだと思うんですけど、どれが一番あの？自分の弱点かなっていうのを考えて、もしデッサンだったらそういう練習いっぱいしたらシンプルに上手くなりますので。 まあ構成デッサンの場合もやっといて損はないかなっていう感じはしますね。でも結構構図とかねまあ石膏もシビアなんですけどあの構成デッサンの場合は自分でね選べるっていうのがあるのでまあ普通に座学っていうか机で構成考えるでも勉強になる気がしますね構成デッサンの方は。まあ、でもやっぱり手の速さというか作業力みたいなのがやっぱり大事なんで。 練習はね、すするといいです30分を1日2回やるとかねもしくは1時間を1回やるとか授業のあにできたらすごいいい練習になると思いますね。まあ、ただこれ体力がね持つかどうかっていう問題があるので、まあ、週1回休む日を作るとかなんか工夫はした方がいいかなって思います。 今、収まりをね、左肩の収まりが決まってきました、まあ、ジョセフっていう石膏像なんですけどまあ、変な石膏像なんですよねこれもあの変って言ったらおかしいですけど、まあ、受験石石石膏膏膏にししては変な石膏といいうか、まあ珍でも実際試験に出たことはねある石膏像ですね確か1回かな 1> 昔一回出たみたいな話を聞いたような気がします。まあ,あのポイントとしてはあの左手はなんかもうなくなっちゃいがちなんで気をつけた方がいいですね。左手どと左手の境目ってよく見たらあるんですけど、あの書いてるとなんか近目で書いてるとすごい分かんなくなるのでしっかり差は出したいですよね。あの布の下にちゃんと左手があるかっていうの。 まず作ってでも右手が前に出てるっていうのがそれよりも優先順位高いんででもこの位置だと左手もしっかり描かないといけないっていうまあ、ちょっと厄介ではありますよねあとジョセフの場合でかさがねよく分かんなくなりがちですよねあの前列で描くと顔でかくなっちゃったりっていうのが結構ありますね僕一郎の時初めてジョセフ描いて それなったことありますね、顔でかくなっちゃったっていう体はなんかいつも通り描いていい感じの収まりにしてで顔を収めた時にそれもいつも通りの感じでやるとでかくなるっていうまああの胴まで入っている石膏なんでお腹のちょいへその上くらいかな腹筋のところまで確実に入ってるんでこの石膏像は。 胸像とかだったら、あのヘルメスとかマルスとかだったら、もう裸なんで、わかりやすいじゃないですか。でも、この石膏の場合、ちょっとわかりづら、づらくて厄介ですね。あの顔と体の比率が。いつも書いてる石膏と違ってくるので。まあ、ヘルメスだったら、大体。まあ、これも信じがたいんですけど、半分のところ。画面を縦半分に、二分割した。あたりに顎が来るっていう。信じがたいですよね。顔でかい。 思っちゃゃうじゃないですか結構ヘルメスって後頭部まで入ってくるっていうか頭頂部かな頭頂部の結構平らな面が入ってくるとなんか後頭部の部分まで入ってくるんでまあ実質顎から後頭部みたいな感じですねそれが入ってくるので2分の1になる感じです。まあ、普通のねジ、まあ、ジョジョルルととかマルスとかマスだったら あの頭と顎の長さを下にそのまま顎から下ろしてくると大体あの胸筋の下あたりがね位置すると思うんですよそしてお腹ちょっと入ってくるからそれ書いてみたいなガッタメもそうかもしれないですねガッタメはちょっとあれですね長いかもしれないですあののちょっと傾いてるので 頭から顎までがちょっと乳首の上くらいになるイメージがありますねガッタめ前列で書いてると。まあ,あの、かつてね暗記してる人っていうのがいて <laughs> 石膏像をいろんな角度から写真撮って印象を暗記してるっていうめちゃくちゃ強者がいましたね強者っていうかもう先生なんですけど。 そういう人がいましたけどそれもね受験のデッサンなら全然ありなんじゃないかと思います結果良ければいいんでデッサンの勝負ではね間違いなくないんですよデザイン科の受験ってあの二次試験ねやっぱ大事ですよ勉強も大事だしもちろんデッサンも大事なんですけど4つあるうちの1つっていう感じですね今今っていうかずっとそうなのかな昔はでも デッサンに憧れててやってたんで、まあ、知らなかったんですけど何も昔からそうだったのかもしれないですけどデッサン入学みたいなのいたような気がしますね昔は、まあ、今は総合的に判断されるんじゃないでしょうか特にね学科もねちゃんと見てくれるんでデザイン科の場合は本当に学科の話をちょっとしますけど 昔はね3割4割合格とかっていう話を、ね、聞いたことがありますね僕は <laughs> まあ5割もいました6割も普通にいました7割ももちろんいました89割っていうの結構少なかった印象があるんですけど結構最近の人たちはちゃんと勉強もバランスよくやるっていうのがねありますね、まあ、なんで学科3とかだとちょっと。 まあでも可能性なくはないですけどどの割合でもなんか足切りはねとりあえず避けたいですけどこの話はあんまりしない方がいいかもしれないですね今の時期は足切りはあるのかなないのかまあその辺はちょっとわからないということにしておいてまあ56割の人はねあの全然 まあ可能性があると思ってまあありすぎると思わない方がいいですけど <laughs> うんあるんじゃないかなと思いますね個人的にはどうかわからないですけどまああのどの割合の人でも希望は持った方がいいと思いますデッサンはでも本当に奥深いですよね楽しいっていうのが一番でしたね かつて <laughs> 今ヒゲのところをね描いていますヒゲねヒゲはねいいですよジョセフのひげはね超かっこいいですよやっぱね黒の塊をね描いていってなんか光が出てくる瞬間はね僕一番好きですねデッサンで昔からそうなんですけどてかこの感覚が一番最初にその先生からね教えてもらって ピンときた感覚なんですけど黒いところを追いかけて光が現れる瞬間っていうのがもう最高ですねわかりますかこのヒゲのね右左にちょっとずつヒゲがあるんですけど右の方がもちろん濃い黒が入ってるんです右っていうのは <laughs> 今僕から見てる側から見て右ですねジョセフの右じゃなくてジョセフ まあ見てる今黒があるところですね鼻と右のがありますで左のひげもアクセントあるんですが、まあ、影面にね沈んでいってるので最初は取りませんやっぱね光面っていうのはね黒と白のねバチバチがね多いですからバチバチしてる部分が多いんで捉え応えありますよね左のひげもちょっと足しましたねあの 1一アクセントだけある感じなんでわかりますかね右と左になんかコウモリのマークみたいになってるんですけどそれを捉えていますでまああのジョセフのねおでこについてる生クリームみたいなやつも撮ってて楽しいですね、まあ、基本ゴツゴツした石膏好きでしたね僕は男の子なんではい あののね、ねおででこのとことろいいんですよ、ね、結構でもね今書いてて思うのがねやっぱりね昔のね126くらいの時がすごい書いてても楽しかったなって思いますね34くらいまでは4だと楽しいというよりはなんかもう無,無でしたね本当に4が一番うまい時期だったんですけど 本当に無心で描いてましたね。なんかどういう気持ちなんですかね僧侶とかそういう感じですかねちょっと知らないからあんまり言えないんですけどなんかもう自然と一体化してるような感じでした、まあ、離れてだんだんなんか顔の方がねそれっぽくなってきましたねなんかこの味わい深いみたいなのがねやっぱり面白い ところじゃないかと思います石膏デッサンの人体なんでねなんかもう頭で全部理解して知っていることを書くというよりは目で見てなんか面白い現象が詰まってるなぁみたいなのを探っていくのがすごい楽しかったと思います鼻ですね鼻と目と 目鼻口はね、最初、最初っていうか、一二郎の時ですね、それこそ。目鼻口捉えるの超好きでしたね。目鼻口かっこいいんですよね。ボスのロゴみたいになるんですよ、最初。それがね、もう、超好きでしたね。まあ、中二病っていう感じですかね。中二病なんですよね、基本。そういうの好きなのって。 僕もすごい中二病ですねそういう意味ででまああのどんどんね下に降りていっているのではないでしょうかあの顔のね影の部分つながってるじゃないですか顔のあの影側の半分と首とで影がつながってるのでそれをねどういう感じになってるかってあの一塊を捉えたいところですね今。 ままあ顔を描いてますねバランスやっぱちょっと悪いですね受験のようにシビアな世界にいないので今は結構もう好き放題描いちゃってますね結構でも本当に受験生みんな美大受験生って侍みたいな感じなんで <laughs> もしね多分ね 美術やっててなないい人はここまでで見てないと思うんですよ。もう20分過ぎましたけどこの段階今残ってるのって本当にに、ね、美術好きな人っていうかデッサンしてる人くらいだと思うんで <laughs> 美大受験の受験生って本当に侍みたいな気持ちでやってるんでねもっとなんか世間が応援してほしいなって個人的には思いますけどなんかやっぱり。 芸術って生活必需品ではないと思われがちというかねそういう部分があるのでちょっとなんか白い目で見られるような感じがあるような気がしてならないです僕は。まあでもこういうふうに情報を発信していくとなんか奥深い世界なんだなっていうなんかやっぱり デッサンにハマっってていた時ってなんかこれをするために生まれてきたんじゃないかって思うくらい没頭してたんでそういうのがね伝わるといいですよねなんかそういうなんですかねそういうものなんだっていうだからやってるんだっていう感じですねなんでそんなことするのって思われそうじゃないですかまず生活働くことが 大事だろうみたいな普通に大学行って普通に就職して結婚して子供産んでみたいなねそういうのが普通だろうみたいに思ってなんで美術なんかやるのって心でねどっか思っているのかもしれないじゃないですか美術を知らない人ってまあでも楽しいからやるっていうのが一番ですよねやっぱり頭のね黒ですねここ 難しかったですねちょっと苦戦してますね結構でも受験の感覚だととともっっさらっと取れたような印象がありますやっぱね感動する感覚っていうのがね若い方が若い方がって言ったらおかしいですけどなんかね心に余裕がある方がやっぱり感動はねしやすいと思いますねそういうことに。 結構時間がかかる作業じゃないですかデッサンってなんかねじっとしているだけですごいと思うんですよもう6時間そこで像に向き合ってるっていうそれだけでねすごいと今では思いますねそんな集中力今ないですからね 下を捉えましたねやっぱ頭ちょっと今ででかいですね頭っていうかあの髪の毛光側の上の髪の毛の位置がちょっとおかしいですねこっから見てると2人いるといいですよね遠目で見てる人と描いてる自分と <laughs> まなんでよく離れた方がいいっていう <laughs> すいませんことですねひげねひげ 何なんでしょうねあのジョセフの後ろにあるなんか柱みたいな確かなんかこれ柱の前に立ってる像なんですよなんで柱があるっていうね柱いるんですかねあれぶっちゃけもうなんか当たり前のように書いてますけどあれいるんですかね、まあ、よくわかんないですけど彫刻のことは。 彫刻っていいですよね <laughs>。話飛びまくってますけど、ちょっと集中しますね。髪の毛の下のラインをね、捉えましたね。まあ、ちょうどいい感じですね。上に対して下の方はちょっといい感じに、ちょうどいい感じになってます。上の毛はちょっと、まだ位置がね、安定してない感じがしてますね。まあ、頬骨もね、結構重要ですね。目、鼻、口、そして頬骨。 っていううのがもう捉えられるようになるとなんかね何も言われなくなるというか顔に関してはなんでそれができるようになるの大事ですけどまず顔のね収まりをしっかり捉えるようになるって捉えられるようになるっていうのは重要ですよあの顔の比率ですねあの目鼻口そしておでこ頬骨っていう顔はそれだけなんでそれをやるために顔の収まりが そののと画面にに対してどの位置に来るかっていいうのは毎回最初に捉えたいところですね。そこを怠っちゃうと顔もしかしたら似てるかもしれないんだけど似てないなってなっちゃうんでその目鼻口頬骨のバランスがいいまま全部拡大されちゃう可能性っていうのがあるんで結構やりがちなミスなんで受験生そこだけ気をつけたらいいと思いますね。 今何か通りましたけど、つーちゃんですね。つーちゃんの後ろで書いてました。うん。いい、なんかいいですね。楽しそうで。目ですね。目を捉えています。まあ、目を捉えるポイントしてとしては、あの、3点くらいあるんですよね。あの、目の、目ってあの、 膨らんでるじゃないですか目玉なんでなんで一番出てる部分凹凸の凸が一番出てる部分と引っ込んでいる部分が2点あってそこをね捉えるのが楽しいですやっぱ目玉っていうか目はやっぱ中二病ですね中二病はこじらせた方がいいですよ美術界隈においては。でもなんか 大学はねやっっぱりでも早めに入った方がい,いですよあのまあ太郎も全然無駄ではないんですけど絵上手くなること自体はあの大学受験ね終わっても終わんなくてもやっぱり大切なことっていうか結局ね受験だけじゃないんで受験は試合だとして人生は受験だけじゃないんでそれ以降も続くのでやっぱり絵うまいに越したことはないですけど。 自分のもういいところで辞めるっていうのが大事ですね。僕の場合結構その辞めようって思,思えたところがやっぱり友達がね <laughs> いるんですけど携帯のデザイン科に結構結構そのね一緒に遊んでた人たちがいっぱいいて、まあ、その人たちがまだいるんで今入ってもまだ。 いけるなっってて感感じじだたたら受験してた感じがしがまでもさすが、ねまあ、にいいだろうって思えるようになったのはもうなんかそのみんながねどんどん進級していってもうかぶんなくなるぐらいまでかぶっても全然意味なくなるくらいになったんでもう,好き放題やろうって感じになりま,したね最後はまあそれだけではないんですけど理由としては。 目です、ね、目なあのどっから暗くなってて目って黒いんですけど黒い塊なんですけどその中に何段階か黒いところがあって、まあ、そこをね、見極められるといいですよ今結構順番ぐちゃぐちゃになって見えるんですけど最後の黒い面残しがちなんで僕のやり方だと。明明るる、るいい方方にある明るい方から先 目の影の中に3段階暗さがあるとしたら1段階目の明るい黒からのせていくっていうか最終的な黒はまだねのせないっていうタイプなんで若干見てる人は違和感あるかもしれないですけどまあ,あのその変わり目があるっていうことは 変わるるる理由がああので、で何かあるんですよね。凹凸の凸となる原因みたいなものがあったりっていうのをねどんどん探していくのがやっぱり結構そのねデッサンに観察力をねもらったっていうところがいっぱいあるんで。 結構その私生活で生きてて連動しているものっていっぱいあってそういうのを見極められるようになっていくと思いますねデッサンできるようになると、まあ、例えば右の髪の毛だけ描いてると左の髪の毛に対してバランスが悪くなっちゃうみたいな右肩だけ描いてると左肩に対して右肩が違和感できちゃうみたいな人体の構造はやっぱりつながっているというかね 骨ででできているんで何かしらの,あの根拠があるわけですよそこに右肩がそこにあるっていう根拠がねそういうのを見つけられるようになるといいですねその絵上うまいにかかわらずうまい下手にかかわらずなんか観察眼みたいな養えていいんじゃないかと思います。 まあそれをしてかつ絵としてかっこよくしないといけないって考えるとものすごく複雑なことをやっているような気がしますねまあでも訓練すれば絶対にできるようになりますね普通に下手くそだったんで僕も始めた時僕持っていたらおかしいですけど <laughs> 普通に下手でしたねあのクラスで一番絵うまい人 っているじゃないですか学校行っててそれが集まってくるんで普通にその人がこの受験世界に入ってきても普通に素人扱いっていう感じですねまあでもどういう絵を描くかによりますけどもしちっちゃい頃からその親御さんがね芸大生とか美大生で デッサンした経験があるとか言ったら、まあ、話変わってきますけど普通にクラスで一番絵うまいっていうレベルの人だったら素人ですね入りたては顔顔のターン長いですね <laughs> もう30分経ちますけど 顔長いですねいや顔の時間長いですよまあでもジョセフだからいいのかな布じゃないですかほぼ体でもやっぱりバランスはねよくした方がいいですよ特にその受験でやってるってなってくると効率とかそういうね勝負になってくるんで序盤のうちに、まあ、一応書いてはいるんですね体の方も。 アクセントとして濃いところは捉えてる印象がありますね鼻のところですねやっぱ目鼻口って一番みんな描きたいところですよね絶好やる人にとっては昔あの構成デッサンの始まった年もちろん僕受験生だったんですけど その時ね、構成デッサンをみんなやったんですよ。みんな石膏だったんですけどみんな構成もやらされて、やらされてって言ったらおかしいですけどそれでなんか変な書き方になった時期がありましたね。このね、目立ってるとこ捉えるみたいなのって石膏独特な気がしますね。手とかだったら結構その面で捉えて っていいいうのががセオリー的にいい気がしますねもちろん光の変わり目ってありますけど光面にもしっかり色乗ってくるものなので徹底てて。なんで最初にバッと描いてどんどん精度高くしていくっていうのがセオリーかなと思いますね。まあ石膏も本当はねそうした方がいいのかもしれないですけど <laughs> ま,あまず自分の、ね、できるところを探していくっていうのは大事ですよ。 まあ、石膏だけじゃないんでデッサン受験の合格っていうのはとりあえず一時通過するレベルで好き放題やったらいいかなと <laughs> 無責任なことを言いますけどまあその分石膏デッサン以外もねちゃんとバランスよくやるっていうことが大事ですね僕石膏しかやんなかったんで <laughs> 平面と立体に関しては 結構遅かったですねでも平面と立体ができるようになってからデッサンどんどんん下手になっっていった感じがありますやっぱね容量がね悪いところがありますね。一点集中型というかねまあそういう人でもバランス意識すればいいだけだと思うんですけど。 まあ頬骨を描いていますねなんとなく形が出てきましたねやっぱり髪の毛の方の違和感がちょっとありますね影面もねなんかよくよく見てるとすごい味わい深いですよねやっぱ一色にまとめるんですけど最初ってそれでもなんかやっぱ いいですね、見ててあのどうまとまってるかっていうのがやっぱりポイントですねなんでここに光が当たるんだろうみたいなのをね考えつつ光って結構あの勝手にね僕が頭の中で受験生時代を思ってたのがゴムボールみたいに弾けるスーパーボールみたいな感じで太陽とか 蛍光灯から直線的に降り注ぐものだと思って、まあ、色によって白いものとかってすごい反射しやすいじゃないですか。なんで、まあ、あの光って見えるんですよね。その光反射したスーパーボールが太陽から直線的に放たれたスーパーボールが自分の目にその石膏にね弾かれて届いているっていう感じで考えてましたね。 でまあ、あの反射光っていうのはその石膏の結構あごって反射光あるじゃないですか石膏のあごってそれってあの下にね結構胸筋がある場合が多くてその上を向いてる面ですねつまり、まあ、石膏の反射で光がね この体に当たった光がスーパーボールが顎に当たって光って見えるっていうなんで下面がね光るっていう反射光一切なかったらそれはもうただグラデーションすればいいだけなんで下に向かってただグラデーションしていくだけなんで下面は一番黒でその変わり面が次に暗いでまあ側面は ひとまとまりで影になるっていうシンプルなルールになってくるので反射光っていうのがあるのがちょっとね光をややこしくさせていると思います反射光あるところとないところってあるじゃないですかやっぱりあるところにはその反射する何かがねあるっていう推理ですね推理ゲームみたいにやってましたデッサンは 大体でも形がね出てきた感じがしますね。結構線で描くタイプなんですね、僕は。<laughs> こう見てると <laughs> 結構かっこいいですさんっていうのがねやりたかった感じがします。 神様とかをかたどった像が多いのでねそれになんか思いをはせつつ結構ペース的には受験生の中では遅い方なんじゃないかなって思いますねこのペースで色乗るので考えるとすごいも,もっと早いんでみんな僕は形をね結構手いいね やってる風でしたね <laughs> のせのせながら修正っていうのはすごいめんどくさくてそれならその載せる範囲を設計図を書いてから進むみたいなやり方をしてましたね白いところに一回色のせて取るっていうのがなんか非効率な気がして黒い部分決めちゃって白い部分残しながら最低限の 色をのせてていいいくっていうか、まあ、黒いところ本当に黒いところには上限の黒までのせますけど10 b 使うとかそういう話ではなくて何回も何回も重ねて味わい深い濃い黒にしていくっていう感じですね。 まあ結果一番楽しく捉えようと思ってたのは光っていうことですけど <laughs> なんでまあ石膏の印象が違うとかっていうのはよく言われてましたね昔からでもなんかもうね気にならないレベルに一回行ってっていうねまあそれもなんかやっぱり弱点を克服するための練習みたいなものをいっぱいしてたからなんでなんかね やっぱり、ね、練習が一番って感じがしますねなんか理解したもん勝ちとかではなくてたくさんの項目をチェックできたもん勝ちは結構あるんですけどそれを手を動かしながらっていうのがねやっぱり一番のところですよなんで練習が結局大事ですね。まあ、平面ととっても割と練習と いかに効率よく。学習できるかっていうことだと思いますけど。結局平等なのって時間だけなんで。その。一年間っていう受験生、受験生に与えられた時間をどう使うかっていう。話になってくるので。体結構。 早いいっていうか、シンプルな形だからさささっとできちゃう印象がありますね。なるほど。結構あの固まってるところあるじゃないですか黒が線じゃなくて塊みたいになってるところが布にあると思うんですけどあれを捉えるのが楽しかったですねやっぱりデッサンは。 それを楽しんでやっていましたであの腕の空間ですねわかりますかなわかりますかなわ <laughs> かりますかね <laughs> あの穴開いてるじゃないですか胴と手の間に前に出てる方の腕ですねそこに入ってくる苦労はねどうなってるかっていうのはね捉えたいところですよね この段階でもジョセフのこの布の下どうなってるんですかねなんか意外と胸筋みたいなものはない気がしますねなんていうか凹凸胸筋と腹筋の凹凸ってあんまない感じがしますストンとなんか胴まで落ちていくようなイメージがありますね であと左手の方も実は地味に曲がっているっていうねところがミソですよミソかどうかわかんないですけど手の形分かりますかねあの今描いてる方の手なんですけど結構まっすぐジョルジョみたいになってるんですけど地味にねあの本当に薄めで見てみると陰ってる部分があるんですよねちゃんと。 堂と胸の。別れ際というか。トイレに行きましたよね、多分結構トイレに行くのね。やってましたね、本番でも。トイレで。手洗って。血管を。落ち着くみたいな。やってました。トイレの部分、ちょっとカットします、ね。はい。まあ、あのだいたい線で捉えて。 行けるるところは面でで塗ってる感じですねそろそろトイレから帰ってくる頃だと思います帰ってきましたねまあジョセフはゴツゴツしてるんでもしかしたら男の子は好きかもしれないですねあのー、何でしたっけマリエッタとかヘルメスとかぬるっとしたのってもしかしたらね 女子が好きかもしれないです超偏見ですけどまあこう一回ね物体が出てきたら徐々に修正していくっていうプロセスでしたね結構あの練りゴムとか鉛筆 全部使う感じのプロセスで書くっていう感じではなかったです僕の場合は書いて消してこすって書いて消してこすってみたいな感じでまあ悪い言い方をするとごまかしてやるみたいな二 <laughs> 日テッサンだとなんかもうね全部納得いくまでできるみたいな。 感じでしたけど、結構こすれ、こすってごまかせるようなところはこすってごまかすみたいな。ごまかすっていう言い方が合ってるのかわかんないですけど。全部に。同じだけ。同じ時間手を入れるみたいな感じのプロセスではなかったですね。書くというよりは、なんていうか。見て楽しむみたいなタイプ。だったのかもしれないですね。 書いてリアリティを追求するみたいなタイプもいますけどもちろん書ける人ですねそれは僕の場合そのじ物体感をね最小限の手数で出したいみたいな感じですかね出したいっていうよりはなんですかね光が最優先だからっていう感じですかね 見て自分が楽しむっていうのが最優先でそれを手数はねその分追いやられるというか時間をどんどん割かれるっていう感じですね今捉えてるその目のところあれはね書きどころっていうか中二病にとってはたまらないところですよねついでに隣もやっちゃおうみたいな感じで髪の毛に移行しましたね でもここでちょっとね本当はその面で捉えるっていうか全体に一旦塗る仕事を入れたいですよね髪の毛とか本当はでかい塊で見たら結構下向いてる部分多いのでちょっとバチバチしすぎて後半自分で印象わからなくならないかっていうのが心配ではありますね見ていて。 結構その直線的な面の変わり目っていうのをね見れるようになったらすごい強いですよ。あの結構あの面取りした石膏像わかりますかねあの大顔面とか面であの人肌みたいになってない面でバン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 って面取りされた石膏像ってあるんですけど。 結構その彫刻作る時ってそ,そっから始まってどんどん精度を合わせていってると思うんで人肌っぽくしてると思うて名残みたいなのがね実はあってなんか箱っっぽくねね変わってるるよようにも見れるといいですよ、ね、このゾーンは何色かっていうのを見極められるようになるんでそれできたらもう本当にね うん、受験のデッサンは楽だと思いますねあとはちょっと濃い黒を、ね、ドラマチックに描けるような力があれば受験のデッサンはいいと思いますそれで、まあ、本当に作品としてデッサン作って描いてる人いるんですけど なんかそれは別次元ですね本当にうまいですうまいとかそういうレベルじゃないですねそういう人たちは今ねおでこの側面をね発見しましたおでこっていうかこめかみですね が実は立面になっているという事実をね発覚しましたねで塗りましたね、まあ、それが見れるようになってくるとどのくらいの面積ってことはこれ,これくらいの量だなみたいなさらに奥深い推理ができるようになってくるんじゃないかと思います、まあ、なんだかんだで50分経ちましたねあと6分くらいで終わりますねだいたいもう 次のステップに入るか入らないかくらいのところですかね今慎重ですねもっとなんかざっくりやってほしいっていうのは自分で自分を見てて思いますね今の感じでは受験だと結構間に合わないんじゃないですかねこのペースではもうかといって焦る必要はないですけど見極めながらねやってもらえればいいと思いますうまさに段階ってあると思うんですけどどの段階でも 受験では勝つ可能性があるので今の自分に一番必要なものは何かっていうのが見極められたらいいすよね <laughs> 鉛筆はねこれすごい短く持ってますけど長い方がいいんじゃないかと思いますね個人的には 鉛筆に関してはとりあえず長く持っとけばいいかなって思いますなんでかわかんないですけどやっぱね俯瞰で見れるんじゃないでしょうか自分のやってる作業を目近づいちゃいますからね鉛筆短いと大体あと4分くらいですね なんで多分半端なところで終わりますねこれきっと影全部塗るとかじゃなくて部分的にちょっと塗ってあるみたいな感じで終わると思いますあの光のね感覚っていうかどういう光がかっこいいかっていうのを追求していくっていうところでしょうかまとめに入りますとで形は結構意識しないと僕の場合は崩れるので そこはあの練習で矯正してたところですね受験時代はなんで本当に得意とするところはやっぱり光を捉えるところなんでしょうね。形は若干弱点になりうるそして立体感ですね。立体感も結構序盤に言われてましたねお茶火にお茶火って言っちゃいましたけどお茶火に行った頃すごい何回も言われてました それも、ね、練習で何とかした感じですね受験では意外と練習してるってことですねやっぱり今より多分ねうまかったと思います個人的には受験感覚的にはでも観察力的には今の方があるかなっていう感じはしますね 光を捉えるっていいう感覚はなくならなくらんでしょうね今後でもそれ立体感を捉えるとか石膏の印象を捉えるっていう感覚は落ちていくんでしょうね練習してないですから今はそんな感じがしますあと石膏室を描く人っていうタイプがね珍しいタイプがいるんですけど最近多いですけど。 それもまあ武器になるんじゃないかと思います。まあ4つですね。たいその光と印象と立体感と質感、石膏質感。この4つのどれか1つができればいいと思いますね。で、あとは苦手な部分は練習して補うというのが一番いいと思います。まあほどほどにっていう感じですね。でも、デッサンだけではないんでやっぱり。デザイン科は特に。 でも僕が通ってる版画専科はデッサンしかないんで入試が、まあ、平面と選べるんですけど色彩画デッサン選べて僕はデッサンで入りましたけどそういう学科もあります美大の中にはざっくりまとめにかかってますね あと1分でで終わりですね、まあ、だいたい光をねどんな感じかなっていうのを捉えて最初の1時間は終わりっていう感じですね。まあ、訓練すれば多分ね皆さんもね僕もねもっとかけますね。そのさっき言ったちょっとあの落ちていく感覚っていうその感覚をね訓練して磨いていればこの段階でもその。 光だけじゃなくて立体感もあるみたいにもできるんで、まあ、練習あるのみっていう感じですねあとやっぱり絵一枚完成させるのって意外と時間かかるなっていう感じがしますねこういうの見てると。本当に見極めようと思ってやるとものすごい時間が必要です。 まあ、パソコンでやればいいじゃんみたいに思う人いるかもしれないですけどそれはどうですかねまあ、やってみたらいいんじゃないでしょうか <laughs> みんな <laughs> やってみれば言いたいことがわかると思いますここまで見てくれた方はねありがとうございましたちょっと長い時間になっちゃいましたけど長時間お付き合いいただきありがとうございましたではあ